ジョリーパスタ府中店サンデーんココス、船越店旧来のサンデーんの標準的な店舗形状株式会社、ジョリーパスタはファミリーレストランを運営する外食産業チェーンを展開する企業。全商グループの企業であり、日本レストランホールディングスの100%子会社。本店及び本社事務所は、 全商グループ各社の本社が入居する東京都港区の JR 品川イーストビルに所在。山口県にて株式会社サンデーさんとして設立2013年8月1日に称号を株式会社ジョリーパスタに変更している。もともと広島県、山口県で自動車ディーラーを中心とした企業グループ、浦部グループの代表である浦部博文が 日曜日の憩いとなる店を作りたいとの願いから1971年にグループ参加のトヨタカローラ山口の子会社として誕生させた外食企業で旧社名と同名の総合型ファミリーレストランサンデーさんパスタをメインとしたファミリーレストランジョリーパスタをメインに複数の業態で店舗展開を行っていたしかし昼食産業の流星など 外食産業全体の経営環境の変化に伴い、経営状況が悪化。一時は新規出店を中止し、不採算店舗の閉店を進めるとともに一部既存店の業態転換と並行して、2006年度には固定資産の減損会計処理が適用されることを見据えた財務体質の改善のため、裏部グループによる増資を行う。このような状況の中、 2007年に牛丼チェーン店、スキア等を運営する外食産業大手の全商がサンデーさんに対して株式公開買い付けを実施。サンデーさん側も経営基盤強化のためとしてこれを受け入れ TOB 成立後に全勝をグループ入りした。この時に全勝は買い付け予定数を制限して株式公開買い付けを行ったが創業家の浦部一族は 取締役を全員退任している。その後も、裏部グループは、トヨタカローラー山口を通じて少数株式を保有していたが、2019年8月1日に株式交換により、全商ホールディングスの完全子会社となった。全商グループ全体においては、主力事業の一つであるサンデーさん事業が、グループの中核事業の一つでありココスジャパンが展開する、 ココスと業態が重なることもあり、グループ内での事業譲渡により、総合型ファミリーレストランの店舗ブランドをココスに事実上集約、イタリアンファミリーレストラン事業に注力している状況である。なお、2019年9月1日をもってココスジャパンともども、全商が完全子会社として設立した事業統括会社の日本レストランホールディングス参加となった。 東北から沖縄にかけての31都道府県に、ジョリーパスタ250店舗を展開する。中国地方発祥のチェーンだが、島根県と四国地方の店舗は、事業転換時に、ココスやビッグボーイとなっているため店舗は存在しない。北海道には2019年9月、愛知県には2019年11月に出店する、予定。ジョリーパスタの他に、創業地でもある、 山口県周南市にて、ステーキレストラン、ジョリー・オックスを1店舗のみ運営する。他に、以下の業態の店舗が存在したが、すべて閉店、または、ブランド変更している。詳しい店舗一覧は公式サイト参照。二子玉川店と中野店は、サンデーん店舗時代にテレビドラマや、バラエティ番組の舞台として登場している。二子玉川は、ビッグボーイに、中野店は、 ココスに転換されており、サンデーさんとしては存在しない。二子玉川店中野店このほかお願い。ランキングでは2013年2月5日、放送分、2013年11月26日放送分で、ジョリーパスタが取り上げられ、審査員、川越達也、斉藤美穂らによるランキングが発表された。ABC 株式会社。 ジョリーパスタ第49期決算広告第三者割当による新株式発行及び主要株主である筆頭株主の移動に関するお知らせ株式会社サンデーさんオリジナルの2014年1月11日時点におけるアーカイブ https://web.archive.org/.web/.2014011104521/.http://www.jolly-past.co.jp/.ir/.16060217 第三者割り当て pdf2014 年1月11日へ閲覧 AAB 全勝。株式会社サンデーさん株式に対する公開買い付けの開始に関するお知らせ。決算プロ。UFO データマイニング株式会社。2014年9月15日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年5月30日閲覧。ジョリーパスタのモデルチェンジ店舗オープン。株式会社サンデーさん。オリジナルの2014年1月11日時点における。 アーカイブ。https://web.archive.org/.web/.20140111045216/.http://www.colly-pasta.co.jp/.ir/.11060330p.pdf2014 年1月11日へ閲覧。 公開買い付けの結果及び子会社の移動に関するお知らせ。全商。2018年5月30日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年5月30日閲覧。株式会社サンデーさん。社名変更に関するお知らせ。株式会社ジョリーパスタ。2013年8月19日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2013年8月27日閲覧。株式会社、全商ホールディングスによる、株式会社、ジョリーパスタの完全子会社化に関する株式、交換契約締結のお知らせ。株式会社、全商ホールディングス。2019年7月13日閲覧。美食のプロが、ガチ判定。美食アカデミー、ジョリーパスタ編大人気パスタ専門チェーンの本当に、 美味しいメニューランキング。お願い。ランキング公式サイト。テレビ朝日。2014年1月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。2014年1月13日閲覧。美食のプロが勝ち判定。美食アカデミー。ジョリーパスタ変人気パスタチェーン店の本当に美味しいメニューランキング。お願い。ランキング公式サイト。テレビ朝日。 2014年1月13日時点のオリジナルよりアーカイブ2014年1月13日閲覧サンデーさんに関するカテゴリーありがとうございます